クレーン一筋29年株式会社早乙女重機、新事業である除菌事業、大自然遊び場作り事業を伝えるためにやってきた坂野輝雄さんです。おはようございます。おはようございます。おはようなんかベテラン演歌歌手みたいな。そうそう、確かに。だからすごい気になってたんですよ、坂野さん。またこの何フェラーリの T シャツ。そう。で魚が何匹かついていますけど、ね。すごい坂野輝雄さんでした。今からありがとうございます。いやなかなかインパクト強いな。そうです ねまずはでも早乙女重機、はい、これクレーンの会社、うん、そうです。もう30年やってますけど、パッとクレーン見た時に、はい、かっこいいなと、はい、そこから始まりました。整備士をやってて、はい、整備士ができなくなって、半年遊んで、で次の仕事は何やとな、ほな待ち走ってたクレーン車見て、あこれやなと。へーです。ひらめいたっていう。ひらめいた。それがおいくつの頃？26の頃にクレーン車見て、はい、これを職業にしようと。30年振り返ると、あこの職業は転職。いや皆さんね、転職でおっしゃいますけど、私もこれが転職かな。いや街づくりとか ね、インフラにやっぱりねクレーンとか重機は欠かせないからね。そんな中で今は除菌をやってらっしゃる。コロナ禍になって皆さんね大変な思いされてると思います、私の会社も一昨年10月ぐらいに、ね、コロナ禍やってきて、亡くり年の4月5月ぐらいに従業員をね、全て解雇しなず、状況に追い込まれて、でもう次考えなあかんのがやっぱり会社残しとかな、また解雇された方が戻ってくるの大切でしょ、だからなんか商売しとかなあかんな思って、お風呂の中で除菌やしようと決めました。なんかクレーン見てすぐ決めて、ね、お風呂の中でひらめいて、こう除菌やな、これからは除菌だ。これ一番最初にやったのが助験の勉強をさせていただいて、これあの京都の、認可業者として免許を取らせていただきました。免許制なんや ね、 そうなんですね。どういうシステムで助験されてるんですか。はい、ややこしいこと私とこは取っ払って、朝9時から4時まで、平ベース関係なしに助験、をやらせていただきます。それで残ったらまたアグロヒーで検討してもらうという形になりますけど、まあ除菌の需要は高いんでね、これからもまあ伸びていく業界だと思いますよ。あともう一つがこの大自然の遊び場を作るという。そうです。これはどういうことなんでしょう。会社の方はね、お父さんが普段はやらないの、いるんです。リモートで会社でねお仕事されてる、ほんなまあ奥様はね、まあ、あの寝転んで、せんべい食える時間がなくなって、イライラされてるんで、ストレス溜まりますよね。できたらね、あの家族全員で大自然に触れてもうてね、それはいいわ、それで発散してもらう、でお父さん連れてって言ったらお父さん嫌がるでしょ、まあ、送迎もします。嬉しい。町内会の子供たちみんな引き連れて大自然いうのもあり、ありあり。連れて行った先は大自然の中でどういうものがあるんですか。まあブランコね、でっかいブランコあるでしょ、木の上に吊るして、あんなの作るの。作るの。それ楽しい。それまあ、 あのちょっとブルーシートを引いてですね、あのかき氷の大きい版をね置いてね、それ子供喜ぶわ。雪だるまね、まあ、そんな感じと、まあまあいろいろとアイデアはね、あると思うんですけど、まだまだ未開の地、アイデアは言うていただいたら実現の方向に頑張ってる、今でも写真でキッチンカー出てました。そうそう、キッチンカーはあの一応制作してるんですよ。キッチンカーを、キッチンカー作ってるんです。これまあお客さん来られたらイメージを持っていただいて、車の色をこんなん、テント張ってくれこんなん、という感じ。もうなんか思いついたらすぐやるタイプやね私、そう、まあ、どこでも行きますしね。坂野社長が
経営される早乙女重機というお名前なんですけれども、はい、週刊少年マガジン、はい、40年ほど前ですね、はい、に流行りました漫画の愛と誠の主人公、はい、早乙女愛さんの名前を取ったということです。そうです、あのね、漫画じゃないんですよ、あの実像で映画化された。映画化されましたね。西城秀樹さんと早乙女愛という、はい、で、うん、そうです、芸名の女優さんで、その映画出た時のあまりにもあの美少女でしたので、うん、初恋になった少年みたいな。早乙女というもう会社の名前にしたわけ。そうです。忘れられない。全然早乙女っぽくないもんね。そうそう。会社でね、同業者の方に早乙女ですけど言ったら、あの紳士色地の人が出てきはるかもだら、早乙女す言ったら、いや間違いやってよう言われます。愛と誠やったらタイガー重機の方がまだ一人やろ、秘的側の方やけどね。いやでもなんかロマンチックな方なんでしょうね。そういうのをずっと忘れないっていうのはピーターパンみたいな感じ。大自然に子供たちとか連れていくその機会を増やすためにはどうしていったらいいでしょうかということで、 PR かな。やっぱり坂本さん、はい、その子供たち行かへんようになった、ゲームばっかりしてるとか、まあそれもあるしね、うん、もうコロナの中で人に会うたらあかんのが、うん、ね、皆さんステータスになってますやん、うん、ね、俺外出てくるのもマスクして、ね、なんか煩わしいから家の中でな、いとき言うのが覚悟がたいの思いちゃいます。そうなってしまってます。だからこそ、うん、もう一遍自然の大切さを教えたいということなんですが、うん、SNS の、ね、お手伝いをさせてもらったりするので、そのお母さん世代、まあ、小さいお子様を持ってるお母さん世代が使っておられるっていうところになると、インスタとか、うん、まあまあ男性も見られてるとなると YouTube とかになると思うので、そこにそのプロモーション動画なんかをなあの、まあ、広告出して、集客するっていうのが一番、まあ、定石かなとは思ってます、ね。SNS とかはお使いになって、あ、使ってますけど。あ、そうですか、うん、一応やりたいことはやってますけど、あ、まあ、あの私はあのアナログ、うん、皆さんはデジタルですけど、はいはい、どう見てもアナログですね。でも桃尻先生 YouTuber で SNS 強いから、はい、だからあの、うん、そういう遊び場に行って、ね、はい、遊んでる動画とかを流してあげたりしたら、ね、すごい楽しくなると思います、うんうん、遊び場も YouTube って画面で上でもすごい映えるので、そうですね、だいたいなんかこういう世話焼きのおっさんいんねんそうなんそうですよね、なんか人好きな ね、 そうですね、今ちょっとやっぱりみんなが孤立してる感じありますもんね。そうやね、もう対面してね、皆さんおしゃべりにならない。二十、ね、歳代から35歳の人は、ね、はい、さあヒーロー、キッチンカーの、 あのお写真があのすごいいいなって思いまして、はい、あのキャンプとキッチンカーと一緒にあの依頼するだけで全部やってくれる、まあ、簡易型のグランピングや。あ、そう、はい、なるほど。キャンプがお好きなあの同世代の方って多いんですけど、うんうん、やっぱり自分で運転をして旦那ですね、うん、でやっぱお酒も控えないといけないとか、うん、一番大きいのはやっぱりご両親を呼んで一緒に行くっていうようなお客様もやっぱいらっしゃいますよ、ね、温泉もやっぱり田舎やからね、はい、ご主人の負担って結構多くて、うん、そこ全部やってくれるっていうこの仕組みがやはりすごく強みなのかなというふうに感じてて、大和くんのようなその強みをこ う、 うまく PR をそこをこう特化してやられたら、ね、楽しそうなロマンチックな世界をちゃんと動画で押さえてみたいな、ね、そうですね、うん、さあケンちゃんは、子供たちって今外で遊ばなくなってるんですよね。でそれこそ公園で遊ばなくなった、うん、じゃあなんでかって言ったらボールを使えないと、でじゃあそこでじゃあ家にこもってみんなでゲームする、公園に行ってもゲームしてるような状況なの で、 でやっぱりそこで例えば自然塾だったりとか青空教室みたいな形で開いてあげて、でもちろんその山や花や木の勉強するっていうのもいいんですけど、そうじゃなくて実際に坂野さんがその遊び方を教える、外でそうですこういう風に遊ぶことができるんだよっていうのを坂野さんが先生になって子供たちに伝えるっていうのがいいのかなと思いましたね。遊び方教えてもらえる、教育に近い、そうですね、やっぱり分野としたら、そうですね、そこが、うん、あの坂野さんに先生になって、坂野先生になってもらって、子どもたちに自然の
発信をしていく、自然教育をしていくっていうのがいいかなと思います。ジョッキン先生とか言われない、いいですね。はい、はい、はい、さあ新井先生、早乙女さん除菌もねやっぱり力入れていきたいんで、はい、これから早乙女除菌さんとしてのギャップ、坂野さんと、なんかそれを利用して、まあ、そういう大自然の何かっていうのは、まあ、一つのマネジメントとして置いておいて、はいはい、坂野さんと早乙女さんのそのギャップ、そういうのをちょっとこうもっと大々的に出すといいんじゃないですか。だってもうキャラクターはできてますから、うんうん、キャラクターも治りません、これもう治りませんからねなんかこうイメージ的なものがいいんじゃないか、除菌っていうのもそこにちょっとこう早乙女除菌の坂野ですみたいなもんじゃないですか、うん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 、これだけ個性があるから方っていないからね、そう、大体もう普通平均化していくもんやけど、どこでどう間違うとかこんなになってしまったらだけど、ね、ちょっと注意が必要で、ましてやね、公園でね、あの坂野さんとね子供がね一緒にいたらね、なんか誘拐されるんじゃないかと思ってまあ、あの心でときます心でいやなんかまあ今日は坂野さんの人柄やね。そうですね、人柄だと思いますよ、なんかワクワクしそうな、キャラ打っていかはった方がいいわ、うんうん、と思いますキャラでね、キャラを、この話でよろしいでしょ、もうなんかやっぱり出来上がってるから、はい、それを生かして治らへんから、そうですね、ここまで来たら貫いて、ね、貫いてほしいね、はい、欲しいですね。感染予防と経済回復、これが早乙女重機一の目標です。除菌をされて清々しい毎日を過ごしてください。よろしくお願いいたします。おー、ありがとうございます。早乙女重機社長の坂野天狗さんでした。